はい、おはようございます。バンラールの藤子大です。今日はですね、開幕戦の前日となっております。今日宮崎に移動して、明日試合っていう流れになるんですけど、今日も散歩からスタートしています。今時刻は6時半ぐらいですかね。今日は奥さんも一緒に散歩をしています。今日はいつもより時間が遅めの散歩なので、太陽も出ててすごく気持ちいいです。ついに開幕を迎えるわけですけど、ここから今年1年間試合がスタートするので、いいスタートを切れるようにいい準備をしていきたいと思います。宮崎の方は今気温が20度ぐらいあるそうで、こっちとは全然気温が違うので、体力的な面もそうですし、そういうところを少し考慮しながら、考えながら準備していきたいと思います。あー寒い、手が冷たい。なんか思い出の場所だもんね。そう、こちらもドキドキですよ。ドキドキですよ、ほんと。とにかく勝てるようにいい準備をします。行ってきます。はい、ということで宮崎のホテルに着きました。今はもう晩ご飯も食べて自由な時間ですね。まあ今日の朝から移動してきて、飛行機に乗って乗り継いで、宮崎に入ったんですけど、動いたら暑いぐらいに、気温が高くて、明日の試合も、気温が高いと思うんで、水分だったりそういうところをちょっと気を使いながら準備していきたいなと思います。宮崎にはグルージャで一緒にやってるメイグとか、町田で一緒にやってたオーカーとかもいますし、サナキでやってたケンタクもいますし、今までゆかりのあったような選手がいたりとかするんで、すごく試合するのが楽しみなんですけど、まあ明日ついに開幕ということで、まあ、あまり硬くなりすぎないように、意識しすぎないように、まあいい雰囲気で臨めたらなっていうふうには思います。何時だ今、まあ、8時ぐらいか。今8時ぐらいなんで、ちょっとゆっくりして、11時ぐらいには寝ようかなと思います。いい準備をしたいと思います。はい、ということで家に帰ってきました。結果 2-0 で負けちゃったんですけど、やっぱ悔しいですね。なんか全部力出し切って負けたってわけでもないし、まだ自分たちできるなみたいな感じもありながらの負けだったんで、ちょっと悔しいなっていうのが強いですね。まあ、結構うちもチャンスあったりしたんで、まあ、本当にたらればになりますけど、先に点取ってれば
全然展開違ったかなとか勝てたかなとかっていうふうに思ったりもするんですけどね。まあこればっかりはたらればなんでしょうがないですね。ね、でも惜しいの結構あったんだよな、マジで。まあ、なかなかね点が入んない試合とかもありますし、そういうのがサッカーだと思うんで、めっちゃ攻めててもなかなか点取れなくて、1点取られて負けるみたいな、そんな試合も結構あったりするんで、逆にうちはそういう攻められても我慢して守って1点取って勝てるみたいな、そういう試合をやっぱ増やしていかなきゃいけないと思うし、決めれる時に決めきるみたいなのもやっぱり上げていかないといけないなっていうのはこの初戦で感じましたね。いや悔しい。まあでも始まったばっかだしね、まあこの分は後半戦でやり返したいと思います。なんかメグが宮崎の麺を買ってくれたんで、くれました、メグありがとう。奥さんと美味しくいただこうと思います。個人的には、宮崎で去年の開幕戦か、全く同じ宮崎で試合だったんですけど、前日に宮崎入りして、で前日に宮崎で練習をして、その時に僕肉離れしたん でそこから3ヶ月ぐらいサッカーできなくて、ちょっとこう全く同じでちょっと怖いのはあったんですけど、怪我したくないなっていう風に思いながら、ちゃんと試合ができたらいいなっていう風に思ってたんで、まあ、そういう面で言えば今回こうやって90分試合ができて怪我もなく、戦い抜けたっていうのは良かったかなっていう風に思いますね。本当に怪我しないって本当に大事だと思うんで、怪我なくサッカーできることに感謝ですね。まあ、次また、来週試合があるし、再来週はホーム開幕ってことにもなるんで、本当にいい準備をして、皆さんの前でいいものを見せれるようにやっていきたいと思います。頑張ります。今回も動画を見ていただいてありがとうございました。また次の動画で、ではまたねー。